エニア、ゼニア、松井塾です。さあ、やっていきましょう。古バビロニア王国の経済状況について見ていきましょうということになるんですけれども、都はバビロンにあります。古バビロニア王国は、都はバビロンに存在しています。そして、最高神はマルドゥーク、マルドゥークという神様を祀ってますよということになります。さあ、この古バビロニア王国の様子に一番の特徴は何かということになるんですが、実は教会がですね、今でいうところの教会に当たる部分、神殿と呼ばれてますけれども、神殿と当たる部分で銀行をやっていた部分なんですね。市場銀行ということになりますが、銀行、物を貸したり、お金貸して、経済を豊かにさせる。で、そして、お金を貸し付けて、家を作る。いろんなものを作り上げる。という風な形を取ったのが、このマルドゥークの神殿、市場銀行ということになります。もう一回いきますよ。こう、バビロニア王国は、都がバビロンにありました。最高神はマルドゥークという神様を祭り、神殿では銀行の役割を果たした。銀行は市場を要するに豊かにするために非常に必要なもの。この時代は特にそうなんですけれども、その役割を果たしたというのが、この古バビロニア王国ということになりますが、もちろん、この古バビロニア王国も滅ぼされてしまうということになるわけですね。はい。栄枯盛衰ということになるわけです。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。